よ。広っ。だっちゃう。あ、そうなの。うん。はい。現金を投入してください。進化しない。怖い感じある。ということで、おはようございます。カッパールです。今日が3月25日、もう3月ももう終わりかけで、もう春めいてきたところなんですけど、まあ、最後の雪山かな。今年全然行けてないんですけど、なんとか陽平と予定を合わせて、雪山に来ました。で、場所は福島県のどこ、裏磐梯か、裏磐梯でいいか、裏磐梯にある西吾妻山で、ここ前からずっと洋平と、スノーモンスターを見に行きたいねって話してて、洋平も去年行ったの？前か。何年か前に行って、行ったことあるんだけど、私は初めてで、で、ちょっと、俺にちょっと付き合ってもらって、この西吾妻山のスノーモンスターを見に来ました。ちょっとあいにく、青空は、今ちょっと朝はね、着いた時は広がっちゃうんだけど、今曇っちゃって、天気はあまり期待できないですけど、ちょっとモンスターはまだ残ってそうなので、3月末とはいい。それを楽しみに行きたいと思います。はい、じゃあ今8時58分、ゲレンデじゃない、なんだっけ、ゴンドラ降りて、でここからちょっとゲレンデ脇を歩いていくそうです。ここからじゃあスタートで準備していきたいと思います。うわ、本当だ、バンダイさん、めっちゃかっこいい。まず行けるところまで素足で登り始めすぎて、かなり急な、これもう今あれでしょ、コースじゃん、コース脇だよね。かなりの斜面を上がっていきます。きつ、ちょっとね、あいにく行く先の天気、雲多めなんですけど、振り返るとめっちゃかっこいい磐梯山が、で、猪苗代湖もあって、めっちゃかっこいい、この景色をやばい、ね、たまに見ながら、振り返りながらちょっと進んでいきたいと思います。はい、じゃあスタートから大体20分ぐらい、このスキーのゲレンデを上がってきて、もう一個ここにリフトかな、リフト乗り場に着きました。結構急で疲れた。で、こっちに登山口があるみたいなので、まあここから改めて山に入っていくという感じらしいです。ちなみに私は今日、わ、雨、ワッフルウルフーディーにアルファライトスウェットクルー、傭兵はベースレイヤーがワッフルウルフーディー、同じ、あ、フーディーじゃないか、ワッフルウールクルーにアルファライトジャケット、まあお二人とも同じようないでたちで、パンツもしかもミレーティフォン5万ウォーム、俺も基本5万ウォーム、で傭兵に関してはミレーのサスペということで、ミレー尽くしていきたいと思います。やっぱ雪山ミレーいいよね。よし、いざ樹林帯に入ってきます。すごい、まだまだこんなもんじゃない。
ああ日が出てきた。ああ日焼け止め塗ってないわ。ヨヘ塗った？塗ってる？いつの間に塗ってんの？いつの間にか塗ってやがるんだよな。じゃあゴンドラ降りてスタートしてからだいたい45分ぐらい。太陽が少しね照ってきていい感じです。で今ジュニター入って20分ぐらいで だいぶね傾斜が強くなってきましたね。で今のところ俺も傭兵も何もつけずに行っちゃってます。いや、やっぱいいね久々雪山楽しい気持ちいい。来るまで面倒なんだけど来てみるとめちゃくちゃ楽しい。太陽も出てきてくれたので楽しみながら進んでいきたいと思います。そして1時間ぐらい1時間10分15分ぐらいかな。あっちが山頂ですね。で後ろ振り返るとズバーンと猪苗代湖と磐梯山、裏磐梯かっこよすぎる。ここいいね。で今あそこに登るの。まず結構急、結構急なんだよね。ちょっとげんなりしちゃった。よし頑張るぞ。めちゃくちゃ楽しみ。来た来た。おー、めちゃくちゃいいね。素晴らしい。めちゃくちゃ綺麗。いいもの見てる今。あっちが多分去年登った一切氷山だと思われる。よっしゃ、まずはこいつをやっつけないとね。あ、徐々にモンスターが育ってきてますね。すごい、モンスターの合間を抜けていくんだ。ここはすごい、すごいね。モンスター出会えたぞ。モンスターに出会えたぞ。西、読めない西大店到着。1982、惜しいな。スタートから1時間40分くらいかな。西大天候頂でございます。やったぞ。めちゃくちゃすごい。ここ綺麗だね。はい、じゃあスタートからだいたい2時間ぐらいですかね。10時55分、西大天から、西吾妻山の山頂に向けて向かっていきます。一回下ってまた登り返すって感じですね。で途中にあの避難小屋があるんで、あの辺も見るのも楽しみで、一応和漢履きました。で両辺もスノーシュー履いてあっちの方歩いてます。今あわや滑落、滑りましたね。おー、すごーい。
い青空バックの傭兵かっこいい。やっぱ青空に入るな。モンスターたちのちょっとこう合間を縫ってきたっていう感じですね。めちゃくちゃ綺麗、異世界だね。すごいモンスターの迷路だ。すごいね、本当にキャラクターがあるね。いろんなキャラが、頭下げてるやつもあるしね。楽しい。すごい絵だなこれ。大丈夫これ、道道ないけど大丈夫。うわー見て、頭下げてる。倒していい？倒していい？うわドラクエ感あるな。すごいところ歩いてるな。確かに首細っ首細っだね。クエスト楽しいな。おお、すげえ。すごーここやば、最高だ。天気も最高、青空こそないものの気温はめちゃくちゃ過ごしやすい。手袋全然なくていいし、上のアウターも今のところいらないですね。まあ、通常のコースは多分あっちの小屋の方行って山頂に向かうんだと思うんですけど、まあ、雪山ということで直接向かっちゃってます。すっげえこの辺すげえ、モンスターのレベルが上がってきてる。来た来た、山頂感あっちすごいね。まあ、ちょっと楽しみにして一回ピークを。探しております。山頂どこなのか果たして。すっげえ景色だ。おい後ろ振り返ってすごいことになってる。この景色をめでたいけど、山頂踏んでるもん大丈夫。いっかないね、ここを山頂とする。はい、ということで今11時54分だから、だいたいゲレンデじゃないや、ゴンドラ降りてスタートして9時だから3時間かだよね。そうですね、ぴったり3時間ぐらいで西吾妻山登頂。やったぜ、多分山頂すごいね。いや、感動だわ、これは。これは感動。絶対地元じゃ見られない、こんな景色。すげえ感動するわ。ここちょっと感動だね。なんかすごい、すっげえ景色っていうなんかじゃなくて、また違った感動。すごい、本当に異世界。すげえ、マジですごい。
ということで、じゃ山頂でご飯食べて、今12時30分下山したいと思います。で、まあ、基本的にはピストンなんだけど、正規ルートというのかな、あの小屋の方から回ってきてないんで、上りはで小屋をちょっとね経由して下っていきたいと思います。よし、お別れだね。この景色すごいね、めちゃくちゃいいもん見たわ。さあ下山だ、下山だ。ふっか西吾妻小屋、すごい。ここはモンスター、ね、すごいね。何メーター？2メーター、3メーターぐらいありそうだね。かわいい筋肉ハウスみたいな。またわー気持ちいい。めちゃくちゃ荒れたぞ。危ない、滑落事故だ。楽しい、全てが楽しいよ。チャレンジャーちゃう、すげえバランス感覚。体感半端ね。13時20分西大店から下山します。名残惜しいけどすごい楽しかった。またぐい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 下るだけですね。よし、楽しかった。さようなら、また来ます。いや、なんか変な道をねズボズボ歩いてた。2人して楽しい楽しいって調子に乗ってズボズボ歩いてたら全然違う道歩いてましたね。さあここからはゲレンデをぐいぐいとぐいぐいと下ります。ソリ持ってくれた。これソリ完璧な場所じゃん。いらないじゃんソリ。ソリいらないじゃん。いいな、いいな。俺もできる。俺も止まっちゃうな。楽しい。行きは20分かけて、25分ぐらいかけて登ったゲレンデ脇を、入りは5分ぐらいかかんないぐらい。あ、疲れた。ここで締めはここで。怖い、やだってそういうの。西吾妻山、ずっと来てみたくて、スノーモンスター見てみたくて、ようやく来れました。まあなんとか間に合ったね。まあゴリゴリのモンスターじゃなかったけど、溶けかけのモンスターはまたそれはそれで味わいがあっていいもの見えたなという感じがします。で、参考自体はゴンドラ降りて5時間か、ちょうど5時間ぐらいだったね。いいリハビリになったなと思っております。なんといってもね、私的にはあの今見える磐梯山が次のターゲットになったかなと。めちゃくちゃかっこよすぎて、ずっと磐梯山方向はずっと景色が見えてたんで、よかったよね。
両平はもう磐梯山登ったんだもん、ね、そうですね。なので私はちょっとどこかのタイミングでまた福島行きたいと思います。ということで最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でバイバイ。あー、こんな美味しいんだっけ、これ。めっちゃうまい。